チームの詳細の情報は、リードミーのところには書いてなかった気がするんだけど、もう一回確認します。今年、今年度のオンラインハッカソンの、最後ですね。4月から始めて、まあ、12月、1月が年末挟んだので、前一緒と。ということで、毎月やってきたオンラインハッカソンの、最終回はチリンチズハッカソンとして、内容をちゃんと報告してくれてるのが、ドローン部、空間デザイン部、グラレコ部は書いているけど、一芸いないな。一芸とか、ユースはここに書いてるのか。はい、ユース書いてる。一芸はまだここに書いてないけど、まあ、事前に報告してくれてるところと、ギリギリまで作業したところとあると思いますけど、発表の順番はじゃあいつものようにスラックでいきますか。スラックで、順番。はい。発表順番はドローンと最初。2番手グラレコ。3番手がスペシャルデザイン、空間デザイン部。さ、そして、書いてる。ユースが4番手。一芸がその後という形ですね。OK。じゃあ、ズームの、画面共有を準備してもらって、一応もう一回発表の内容は、発表時間とか全然書いてなかったね。各チームの発表時間はそれぞれ、5分、まあ、いつも通りですね、ライティングトーク形式です。日付間違ってる、ね。今日1月の18。です。成果物はもう公式の、ブログの方に、メディアの方に公開されているという前提です。あと、成果物は、基本、GitHub のレポジトリに公開すると。いうこと、あとタスク管理は、秋の頃からもやってますけども、レポジトリ、各GitHub のレポジトリには、公開型のプロジェクトを設定して、タスク管理として誰がいつまでに何やるのかということを、まあ、訓練として、きちんとこれを、まあ、取り回しできるようにしていくというところですね。特に、質問が、メッセージャーとかでダイレクトに来るってこともあったんですけど、前々からずっと言ってる通り、ワントゥーワンでの、質疑応答は非常に効率が悪いので、スラックのチャンネルを使うのが一つということと、あと質問内容をある程度情報を整理して、GitHub の一周にきちんと、記録して、それを報告する。そうすると、リアルタイムで話できなくても、GitHub の一周を見ることで、状況がわかるし、どんなトラブルが起きてて、どこをアドバイスしたらいいのかということも含めて時間軸できちんと、流れて、いうことは、まあ、だんだん回数を増やすと慣れてきたと思うんですけど、まだできてない人も結構多いというところがあります。なので、まあまあ、そのあたりはそろそろちょっと、しつこく言おうかなと思ってます。質問したい人は GitHub の一周にちゃんと質問内容をまとめて、基本、まあ、公開できること前提ですけどね。はい、で、それをその GitHub の一周の、URL、パーマリンクをきちんと、送ってくれれば、その中見てチェックして、コメントするという形を取って、います。なので、そこは各自。よくあるのが、古橋の時間で何時から何時とかいつ空いてますかとかっていうダイレクトメッセージが来るんですけど、全部対応すると全部スケジュール埋まっちゃうので、そこは、ある程度、まあ、今日のゼミ終わったと、質疑応答の時間用意しているので、そこで聞いてもらうのもいいんですけど、基本、石をちゃんと工夫して使っていくということを癖つけるといいんじゃないかなと思ってます。はい、よし、じゃあ、5分の発表で最初に、ドローンから、今日は成果発表会なので、各自の端末で画面共有をお願いします。はい、見えてます。
あ、お願いいたします。はい、見えてます。声も OK です。じゃあ行きます。3、2、1、スタート。結論から申し上げますと、先に僕が土下座案件をさせてしまったっていうような感じになってまして、で、まあ、はい、ドローン部何をやったかっていうと、まず飛行場の一覧の作成っていうことをやりました。で、なぜその飛行場の作成かっていうと、まあ、航空法で禁止されているところで、まあ、いろいろ今までやってきた部分はあると思うんですけども、例えば150メートル以上とか集中地区の上空、まあ、いわゆる DID のマップっていうのは今まで多分みんな見たことあるかなと思うんですけれども、その DID 以外だから飛ばしていいってわけじゃなくて、まあ、その飛ばしちゃいけないところのあれ一つが、まあ、空港の周辺っていうところがあります。で、まあ、その空港の周辺で飛ばしちゃいけないっていう、 DID 以外だから大丈夫だろうって言って飛ばそうとする人がやっぱ中にはいるっていうところがあったので、まあ、今回その DID 外以外でもドローンを飛ばさないようにするっていう点で、まあ、空港とかそのヘリポートとかの位置情報をまとめるっていう作業を、はい、やりました。で、はい、で、まあ、その空港飛行場とかをまとめるにあたって、まあ、この規制されるエリアはどこかっていうと、まあ、基本的には全ての空港から6キロ以内はドローンを飛ばしちゃいけないっていうような感じになってて、他にも、まあ、この成田とか羽田空港とかのあたりだったら24キロ以内は飛ばしちゃいけないっていうような感じになってます。で、このあたりを制限するってなってくると非常に複雑っていうのがあったので、まず第一段階アルファ版として、まあ、空港飛行場の一覧をまとめていこうっていうような流れになりました。で、まあ、それを GeoJSON ファイルでまとめて、まあ、最終的には GitHub に落とすっていうような感じにしまして、まあ、まずは最初スプレッドシートの方で、まあ、緯度経度とか名前とかをまずまとめ、それを GeoJSON.io とかを用いて、まあ、GeoJSON ファイルを作成するっていうような感じになっています。で、まあ、そこから、まあ、飛行場一覧を作成するっていうような感じになって、まあ、その出来上がったものが、まあ、このような感じにはなってるんですけれども、まあ、グラレコはこんな感じで、まあ、はい、次見てもらうのはこっちか、GitHub の方になるんですけど、まあ、まずそうですね、このマップ GeoJSON とかには GeoJSON ファイルを落としてあって、で、まあ、ここで何をまずやったかっていうと、ここのあれでヘリポートなのか飛行機なのかってところをまず分け、まあ、空港なのかヘリポートかってところをまず分けました。で、24キロ地点の主要都市の空港に関しては、ここのあれ羽田とかのこのあれを若干大きめにしてあるんですけど、ここのあれが GitHub では反映されてないのかな。GeoJSON.io だったら大きめに設定はしてあるはずなんですけど、こっちだとあまり差別化がされてないかなっていうような感じですね。で、まあ、CSV データに関しては、ここの CSV ファイルのところに落としてあって、ここのデータの中に一応、はい、JSON ファイルが載ってるかなっていうような感じになります。今あと何分だ。あと1分40秒。話すことなくなっちゃったな。ちなみにこの CSV ファイル、拡張子が CSV になってないのはなんで？あ、これですか。これアンなんダーで。バー CSV になってる。なんでかっていうと、拡張子ちゃんとドット CSV にしとけば、GitHub ってそのレンダリングって機能があって、CSV ファイルをちゃんとそのカラムというか、スプレッドシートに展開してくれるって機能があるのに、それが非常にもったいない。すいません。適当にほやっら、これね、ほら、見やすい、超見やすい。で、はい、さっき。あれ、ここが直ってないぞ。変えときます、後あ、で。なるほどね。あ、なるほど。さっきのサイズの、あ、はいさっき言って、ここをさっき変えたはずなんですけど、はい。多分こっち直してなかったんで、もう一回変えます。で、先生に、なんだっけ、フィキス、レイヤーの方の、あれやったらどうみたいな感じで言ってもらったんですけど、僕たちここ1週間で終わらせるっていうよりも、冬休み前から、ね、去年の段階でちょっと終わらしちゃった部分があって、そこからさらにやってもらうっていうのが個人的にちょっとあれだったので、あとみんながちょっと卒論とかゼミ論あ、とかっまあね、なるほど。ていうのもあったんで、ちょっと今回は本当にアルファ版として、まあ、後輩神田とあの来年とか神田とかがやってくれるはずなんで、後輩に任せてな感じ。なる今ほど。回は、はい、博士を得たいと思います。はい、はい。以上で。はい。はい。
作業の流れとしては、地理院地図をオーバレイしながら、空港のデータは地理院地図ベクターとかからポイントデータを抽出したんじゃなくて、普通に背景に置きながらポイントデータを自分で作っていったって感じ。地理院地図で検索をかけて、そこに表示されるものを入れたっていうような感じにはなってるんですけど。なるほど。緯度経度の値は、その地理院地図のそうです。地理院地図のデータがの。返した、緯度経度の数字をそのまま使ったそうです。という形。空港の、からの、例えば、まあ、6キロなり制限エリアの中心って、その地理院地図の、座標を使って本当にいいのかっていうのが一つ疑問かな。確かに。つまり空港の起点っていう場所が、それぞれの空港にあるよね。まあ、いわゆる原点に近い意味合いで。その起点から、6キロとかっていう、さっきの図の。おそらくこれですね。で、今読み込まれてくるであろう。で、この図の起点を、ちゃんと地理院地図の、空港の緯度経度って、起点を意味しているのかどうかっていうことが、すごく重要になると。で、そこがずれてるのであれば、ある意味信頼性が低くなっちゃうというところがあって、その空港の起点の情報って案外、正確に知ってる人っていないんじゃないかなっていうところが。なるほど。なので、大きい空港ほど起点の位置ってすごく重要になってくるから、そこのあたり、あ、氷点か、ごめん。この図で言うと、さっきの図で言うと、氷点って表現か。これですよね。普段起点って言ったんだけど、これですよね。氷点だね。この図だと氷点と書いてありますね。この氷点と一致してるのかどうかっていうことをちゃんと確認した方がいいかなと。だから全部じゃなくても、まあそう、地理院地図がそれを返してるんであれば、それ、使えるし、まあそうじゃないってことが分かれば、逆に言うとさっきのデータも、その氷点を、正確に表現しているものでは、ないので、ある程度誤差を持つっていうことをちゃんと、まあ、属性というか、そのデータの信頼性の部分に書いておかないと、まあ、ちょっと誤解を生むデータになってしでですね、地理院地図の方に、まうね。これが、どこ行っちゃったんだろう。すべて載ってるやつがあるんですよ。なんて説明すればいいんだ。検索した方が早いか。どっかにあったはずなんですけど。地理院地図に、どっからどのようにこのデータを作成したのかっていう流れが正確に見えてくるといいんだけど、今これ、地理院タイルだよね、どれ明だっらけかに。な。これ誰かスラックで他のドローン部の学生がフォロー。抜けてくれたですか。出てきた。なんかね、どっかにね、あっどこた。から持ってきたか。地理院地図のやつが、本家のやつがあって、これか。これじゃないですか。これだ、あった。実際に作成されてるやつがあったにはあったんですよ。それは航空局の、まあ、データを読んでるって感じだな。航空局レイヤーって感じですね。ああ、じゃあ、で、これの真ん中の氷点の部分をプロットし直したってこと？もう本当にここの名前が出てくるこの場所とになってるはずなんですけど、今回は。今この後ろに多分この東京国際空港って書いてあると思う。ラベルのラベルのついてとる中心っていうことね。それは、なるほど。になると思います。アノテーション、羽田、まあ、空港名の、ラベルの、センター、中心の部分を緯度経度に落としたっていうことだよね。そうですね。さっきの地理院地図にちょっともう一回見せて。さっきあ、の、さっきのやつですか。空港のデータ。で、それでその羽田空港を拡大してみて。で、この羽田空港の、まあ、縮尺によって羽田空港って書いてる文字列の場所って多少、
変化が、うん、今このぐらいの、このズームレベルだと、今そうだよね、そこだよね。はい、で、少なくとも、もうちょっと、縮尺を大きく、ワイドにしてみて、うん、その×印のところ、あ、もうちょい×印を好きたに、うん、そうだね。その、×印の中心と、この、まあ、同心円上に、まあ、基本広がっていく、その制限エリアの円の中心が合ってないじゃん。そうですね。うん、つまり、標点とずれてるってことだね。うん、だから、今回作った、飛行場の移動経度のデータは、標点と一致していないデータであるっていう意味では、はい、必ずしもそのデータを、前提に、その距離を計測しても誤差を生んでしまうっていう。今回は多分これを出してるはずですね。あ、で、また位置が変わるんだ。なるほどね。ああ、なんかこれになるとまた、これあれだね、ラベルの中心というよりも、ラベルの中心になってないよね。で、ですね。で、その位置だと割となんか標点に近い感じがするよねっていう形。なので、本来、こう、本当に役に立つ、ドローン飛ばすときの一つの、資料として、本当に役に立つものは、今回作った、飛行場の、緯度経度のデータが本当に標点なのかどうか、うん、ということを、まあ、確認できれば非常に使い勝手がいい。逆に言うと確認できないとすごいあやふやなまま使わざるを得ないっていうところ。それは課題として残すもいいし、だから次来年度のハッカソンが始まった時にあの時やり残したこのこれが評点だったのかどうかを全部チェックするぞみたいなことをやるっていう課題に残すのも一つの手だし、まあ悔しいから全部評点かどうかチェックするでもいいんだけど、いずれにしてもその状況をきちんと説明して、はい、自分たちの整理したデータが使い物になるのかどうかっていうことをちゃんと検証する必要があります。はい、確かにずれてるって言えばずれてます。うん、そう。で、ラベルって結局人間が見て見やすい位置に位置が調整されるわけで、はい、縮尺によっても適切なラベルの位置っていうのは変わるっていうのが、まあ、GIS とか一般的なウェブ地図の考え方なのね。だからラベルの中心をがその、飛行場なら飛行場の、中心を意味するというのは完全なる誤解なので、まあ、それを踏まえて、実際にこの、まあ、データの作り方をどういうふうにやったらその標点が入手できるのか。ね、案外ね、日本の飛行場、リスト、評点とかって検索したらなんかスプレッドシートが出てくるかもしれないし、それが使えるライセンスかどうかね、地理院地図だと CC by 4.0 で使えるっていう意味でのオープンデータ化されているから使い勝手がいいけど、逆に言うと地理院地図以外のところから情報がやってきたときにそのデータが本当にそのオープンデータ化できるのかっていうのは、ちょっとやっぱり大元のデータのライセンスを確認しないといけないし、まあ、お役所だったら今は政府標準利用規約にのっとったオープンデータ化が当たり前になっているはずなんだけど、まあ、それも踏まえて確認する必要があるというところです。はい、なのでイメージどこないですね。うん、そう、ちょっとこっちでもメニュー見ながら、今回の作ったレポジトリにはちゃんとそこ、今の現状の課題をちゃんとリードミーの一番トップのところに記述しておくということが重要。わかりました。はい。で、あとはこのデータをどうやって作ったのかっていうことが、ちゃんとこのリードミーの中に書いてある。もういきなり、レポジトリ見るとさ、作成しました。地理院地図、から参照とするという、まあ、リンクが貼ってあるだけで、地理院地図のリンクは貼ってあるけど、普通に標準地図レイヤーが出てくるだけだよね、これ。うん、なので、いろいろそのこのデータの作業手順をもうちょっと正確にきちんと書いた上で、今回作ったデータは残念ながら標点と各空港の基準になる中心という、中心の基準になる標点とずれている可能性がありますという一文を必ず入れる。そこまでは、まあ、今回のハッカソンで絶対やること。
はい、で、それ以降もっといいデータにしていくっていう場合は、まあ、次回のハッカソンにネタを取っとくっていうのもありっていう感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、 OK ですね。あとだから、まあ、すごい細かいこと言うと、GeoJSON ファイルの、ところに誤って使われないように、なんか属性をちゃんとやっぱり入れとくといいんだよね。こう詳細ここにあるよみたいな形で、これが、ね、このデータが誤って流通しちゃってさ、はい、あのこの空港から離れるか大丈夫だとかっていうふうに根拠として使われてしまうっていうのは非常に不本意なので、うんうん、そこだけちょっと要注意かな。はい、属性とかって入れる方法は、あれ、GeoJSON.io で。GeoJSON.io が一番まあやりやすいかな。俺だったら、ね、まあ、他でもできるけど。はい。はい、分かりました。はい、あと、分かりやすく入れるんだったら、もうファイル名の、まあ、ファイル名にどう書くかにもよるけど、ね、ファイル名にちょっと入れとくっていうのも一つの手だけど、まあ、例えば AirPorts、今 AirPorts.geojson じゃん、ファイル名。あれ、聞こえてる？はい。で、うん、AirPorts.geojson を、はい、AirPorts for 古橋ラボ、ドローンなんだクラブ .geojson とかにしとくと、ね、自分たち用のデータみたいな、はい、古橋ラボが作ったデータらしいぞというニュアンスが名前にも残るので、最低限それでなんか一般的に流通した時にも出元が分かるっていう、はい、うん、っていう感じかな。はい、OK です。他のドローン部のメンバーなんかコメントないのかな。大丈夫、感覚が痛そうな顔してます。うん、なんかあるコメント。来年やる、あ来年の課題取っとく。来年また改良して、そうそう、うん、そうそう、や結構大事なのはやっぱりこう一回ポッキンで終わっちゃうと中途半端なデータが残されたままだから、やっぱりこう課題が残ったものを、まね、年々この課題をクリアしていきながらよりいいデータにして仕立てていくっていうのはめちゃめちゃ重要なアプローチなので、そういう部分で言うと課題を残しておいて次来年ちゃんとやるっていうのはこうやり方としては非常に正しいかなと思いますし、いや結構使うんだよねこういうデータって実際。はい、あとあれだよね、あのこう飛んで埼玉とか映画見た人は分かるけど、埼玉県って空港がないって言いながらも実は結構ヘリポートあったりとかね。あとこれに自衛隊とかアメリカ軍とかそういうこう軍事基地が入ってないでしょ。あ、入ってないです、うん、とかね、まあいろいろこうやって見てみると分かることってあると思うんで、はい、まああの改良の仕方っていうのは多分まだまだいっぱい、あのさっきの話氷点以外も含めて結構改良のしがいがあるかなと。航空局のさっきのなんかあの地理院地図の方のやつは、うん、確かあったんですけど基地の方も、うん、あの国交省が提供している空港一覧の方には記載がなかったはずな、うん、まあ、国交省管轄じゃないからってことですね、はい、防衛省と米軍だからねってな感じですね、うん、はい、あとまああのなんだ地図を見てもらうと分かるんだけど、こう例えば埼玉県の横瀬町とか、まあ、埼玉 その秩父エリアなんかは飛行場全然ないからすごいドローン飛ばしやすいっていうのも、まあ、こういうのを見るとどの辺が割と、まあ、ある意味許諾が非常にあのゼロじゃないけど許諾を取りやすい場所ってどのあたりなのかなってことを探るのにも、こういう情報があるとざっくり標点の位置が多少ずれててもそのあたりを探るって意味でもすごく重要かなと思ってます、うん、はい、なんて感じで、はい、お疲れ様でした。じゃあいずれにしてもちょっと待って、でプロジェクトは立ててないのか。プロジェクト立ててないのは言い訳を聞こうか。プロジェクト、GitHub のレポジトリのプロジェクトを立てるっていうハッカソンの。あ、これですか。うん、もっと。純粋に忘れてました。まあ、はい。ちょっとそこを。あれ、今、画面共有かかってないのか。あ、画面機、はい、停止してます。いや、なので、ちょっとなんかあれだな、間も空いたからっていうのもあるけど、基本、まあ、ちょっと来年度またあのやり方変えていく。多分ね、このオンラインハッカソンは、
まあ、コロナ禍が落ち着いてきたとしても、多分こういうやり方がみんな勉強になると思うので、ちょくちょくやっていこうかなっていう意味でやり方をちょっともうちょいブラッシュアップしていくけど、もう一回ですね、レポジトリを成果はちゃんと GitHub のレポジトリにで公開するということと、タスク管理はちゃんと、みんな誰が何やっていつまでにっていう、まあ、タスク管理ですね、一般的な。それを GitHub の、まあ、公開、誰でも見れる形でのプロジェクトとして公開しておくことで、このチームがハッカソンの発表に向けてどういうふうな動き方をしたのかっていうことも分かってくるし、一発目でこれやっても多分うまくいかないっていうのは、まあ、みんなが経験してることだし、ちょくちょくこのプロジェクトを使いこなすっていう癖をつけると、社会に出た時にやっぱり自分のプロジェクトのこうプロジェクト管理っていうのが GitHub に限らずね、トレロだろうとレッドマインだろうとなんだろうと、こういうタスク管理の概念って絶対出てくるので、まあ、そこの部分では早めに慣れとくというところで、まあ、このハッカソンは毎回プロジェクトをちゃんと作ってるかどうかっていうのをチェックします。なのでここにプロジェクトに何もないとおいおいおいっていう感じになるよということですね。で、イシューもそういう意味で言うとなんかトラブル報告も全然ないってことですね、はい。まあ、ここはやっぱりちょっともったいないというところです。はい、まあ、まあ最低限レポジトリあるっていうのと、メディアムに、必要な情報がでもまあ書いてあるというところと、スライドがあるというところ、あとグラレコ、まあ、この辺はまあいつもの感じですね。はい、OK。はい。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、次いきますか。お願いします。はい。グラレコ部、ちょっと共有をします。じゃあ、画面共有お願いします。はい。見えてますか？はい、見えてます。はい、お願いします。はい、3、2、1。はい、今年初のハッカソンは国道地理院のハッカソンを行うということで、グラレコ部は国道地理院公式ツイッター品質単語のイラスト化を行いました。で、背景としては昨年12月に藤村さんがゲスト講演していただいたとき、グラレコ部もグラレコもちろんしたんですけど、単語が難しくて結構言葉で書いてしまうっていうことが多かったっていうのが課題でまずありました。あと藤村さんが、日本の、国道地理院はなんか冷たい印象があるっていうようなことを言ってらっしゃったので、国道地理院自体に、親近感を持ってもらうことっていうのと、グラレコ部の、スキルをアップするために、このハッカソンを行いました。で、方法は、国道地理院公式ツイッターからハッシュタグを中心に40単語選出して、1人10個ずつイラスト化しました。ツールとしては iPad 等のデジタルツールを使用して、GitHub で共有確認を行いました。で、ハッカソンの成果としましてはこちらですね。これは、私が担当したハッシュタグなんですけど、地理空間情報だったり災害っていうような結構抽象的なものが、多かったのでちょっと苦戦したんですけど、まあ、分かりやすくイラスト化したつもりです。で、これも私が担当したもので、これは早崎さんが担当してくれたものです。結構みんなの作品とか見てて自分に足りないものだったりっていうのが分かったので、みんなで共有したときに面白かったです。国風が入ってる。はい。で、これが川島のですね。うんうんうん。で、こちらが、今回のハッカソンのグラレコになります。で、GitHub の方では、イシューと、あと、プロジェクトをちゃんと、OKOK、はい、立てました。はい。で、メディウムの記事がこちらになります。で、グラレコを書くときに、ここまで丁寧にっていうのは、絶対無理だとは思うんですけれども、このハッカソンを行った時に結構自分でググって
あの写真見てそれをあの絵に落とし込むっていう作業をして、大体の形はこういう風に描いたらいいかなっていうようなことが結構インプットされたので、まあ、グラレコ、これからグラレコするのにもすごい使えるなと思いました。で、私がグラレコ部まだ入って2ヶ月ぐらいなんですけど、みんなにあの作品作るときにどういうあの工夫してますかって聞いたときに、やっぱりググって最初にイメージをあの作るっていうのが、みんなの意見でした。まあ、他のイラストを参考にしたりっていうのもありました。でこれで、まあ、あの今回のハッカソンの発表は終わりなんですけど、同時期にあのマップボックス の、うん、あのミートアップもあったので、各々あの役割分けてあのグラレコ化しました。はい、1分余っちゃったんですけど、はいはいはい、はい、すみません、これで終わりにしたいと思います。はやぶさ2が入ってるのはなんだっけ、なんかはやぶさ2に加熱するのあったっけ。はやぶさ2ツイートの方ですか。うん、いや、ツイッター、ツイートもそうだし、はい、うん、国土地理院がはやぶさ2のつぶやきをしてるって、なんかちょっとあれって、まあ、JAXA その機関組織が違うから、はやぶさ2っての話がどこに出てたんだろうっていうのが今40個選出してくれたのが早崎さんなんですけど、自分もちょっとちらっと見てはやぶさ2どこにあったかはちょっとわからないんですけど。なるほど、はい、なんだ、あ、これかな、あーで、あ、これじゃないか、単純にリツイートしたっていうこと、え、多分チリーンから撮ってるはずなので、結構6月ぐらいまで遡ってやったんですけれどそれは人力でやった感じ、ハッシュタグを、ハッシュタグは、はい、最終的に人力でやりました。あ、いた、ちょっと待って、ストップ、いたいたいた、ちょ、リツイートも含めたんじゃない、あ、これだ、ありました。いや、リツイートじゃないですね、これではないですね、ない、あ、これ、あ、そうなんだ、そういう、あ、はやぶさ2のカプセルで、あ、で関連して宇宙食セットも即で売ってるよ。これうまい。それが出てくるのか。だからか。宇宙、なるほどね。チリ、うん、まあ、なんか今、いや、国土地理院ではやぶさ2のイラストが全く今な、理解ができなかったんだけど、あの、まあ、理解はできたけど、まあ、なるほどね。この辺の、だから40個のキーワードのチョイスの仕方が、そういう意味で言うと完全に早先任せだった。あ、そうですね、申し訳ないです。ちょっと、うん、もうちょい誰かダブルチェック入れた方が良かったのかもね、うん、まあ、弱さネタで発火された時はもちろんはやぶさ2が大事になると思うけど、うん、確かに、あの国土地理院が、つぶやいた中に使われてるハッシュタグを、拾ってった時に、とりあえず何も考えないで拾ってったら、はやぶさ2が紛れてきたみたいな、そういうことで、はい、了解です。了解です。結構やっぱこうやって見ると国風出てくるんだなっていうのが、うん、うん、はい、あ、なんか面白い、 なかなかなんか自分もやってみて、うんうんうん、ちょっとイラストになるとふんわりした印象になったりするので、うんうん、まあ、子供向けとか、あのまだそんなに詳しくない人とかに、グラレコとかした際に、なんかちょっと分かりやすく伝えられたらいいなっていうのはありました。まあ、割と多分これを使うのって地理院の人にも、まあ、この後報告をするけれども、多分学校の先生とかやっぱり前もやったけど、その、地理が高校で必修化していくっていう流れで、当然授業の中で地理地図を学生たちに教えなきゃいけない、高校生たちに教えなきゃいけないって言った時の説明する資料にやっぱりこういうイラストがあらかじめ用意されてると、ものすごいこう資料教材を作りやすくなるっていう意味では、結構学校の先生たち喜ぶんじゃないかなと思います。うん、なるほどね、はいはい、うん、こんな感じですね。ちょっと待って待っていい、はい、で、胡椒のデータのあたりちょっと、あ、そう、胡椒、うん、その結構、これは大丈夫そうというか、あんまり複雑なこと書いてないからいいんだけど、結構、まあ、これは今後の話で、気をつけなきゃいけないのは、やっぱりこうプロの人たちが使うツールでもあるっていうところで、これ胡椒の多分等身線
等高線じゃなくてその、あの湖の、あの深さを線で表現したものを多分イメージしてるんだと思うんだけど、等高線とか等値線とか、あの等身線のその線の引き方って結構うるさい人はうるさかったりするので、パッと見、まあ、これで矛盾は起きてないんだけど、こういうのは結構あのなんていうのかな、プロに1回ダブルチェックかけた方がいいので、まあ、ざっと見ときますけど、前ね、去年 Google のオフィス、去年か一昨年 Google のオフィス行った時に、その Google のそのオフィスの壁にすごいこういう等高線っぽい模様が書いてあったんだけど、はい、等高線って、四曲線とか軽曲線とかっていう、こう高さによって線の太さとか細さが違ったりするとか、はい、あと、この、出っ張り具合とかが、違和感ないかどうかとか、まあ、そういうことも含めて結構細かいものを見ると突っ込みどころが、まあ、たくさんあったという、はい、ところがあって、つまりその地形とかこういう、こう地図の専門的な知識のない人が勝手にデザインするとこう現実起こりえないようなこう等高線を描くことがあるっていうこと、はい、なので、この辺は、結構気をつけないといけないっていう意味で、一回絵を描いたら、まあ、あのグラレコに限らずなんだけど一回こうプロの人にこうチェックしてもらうっていうところはあると、はい、もう本当に即使える情報になるかなと、はい、だからまあこれが一回プロトタイプで、まあ、あくまでこれプロトタイプでこれを出して、ここを、まあ、逆に言うとこういう修正があったらいいなみたいな、こういうふうな修正があったらこれ使えるなっていうコメントが GitHub に公開してると、はい、逆に言うと外部の人も見れるので、はい、まあ、それで外部の人が一緒に書いてこここうしてくれるといいんだけどなっていうのがまた増えてくると、まあ、狙い通りかなというふうにも思ってます。はい、大体ざっと見てそんな感じかな。なので他結構難しい単語が多くて、うん、なんか書いてみてこれが正しいのかなみたいな、うんうん、自分が知ってる知識となんか絵に描いたものが違そうだなみたいなのはいろいろあったので、うん、そうそう、まずダブルチェックしてもらいたいっていうのはこっち側としてもなんかありました。そうそう、いや結構、まあ、これからの社会に出てった時にやっぱり専門家じゃないんだけど分かりやすく説明する絵を描いたり写真を撮ったりっていうことってどんどん増えていくと思うんでね。でそういう時にこう完全に誤解をした上で絵を描いたり写真撮っちゃったりすると、前にあった有名な話でハンダゴテを握る女性の写真があったんだけど、ハンダゴテを握ってる場所がハンダゴテが一番熱くなる先っぽを持ってハンダゴテ使ってる写真があって、でもうあのオンライン上でそうツッコミされてたっていうのがあったんだけど、まあ、いずれにしてもそういうこう知らない人が勝手に想像してやっちゃうとそういう、まあ、ミスは絶対起こり得るので、まあ、そういう意味で言うと今度こう作ったものをちゃんとダブルチェックするプロセスっていうものをプロジェクト、その GitHub のプロジェクトに1個入れておいて、で、まあ、古橋なり他の、そのそれこそ、ね、藤村さんに来てもらったっていう意味で藤村さんチェックっていうのがどっかで出てくるかもしれないけど、まあ、はい、いずれにしてもそういうような形でプロに見てもらうっていうことを1回間に入れるっていうことは、はい、まあ、今後、まあ、今回とは別な話で、必要かなと思ってます。はい、あとはありがとうございます。あ、ちなみにもう一回地形図見せて、地形図、はい、地形図その下これか、記号があるでしょ。記号もね、いろいろ、うん、うん、まあ、あの、大丈夫そうだね。とりあえず、パッと見は変な感じはしないけど、あの、まあ、これもよくある話だけど、あの、お寺のマークの万字と、そのナチスの、こう、マークが、こう、向き違うんだけど、あれ間違えて書くとかね。っていうともう国際問題になっちゃったりするから、はい、はい、まあ、そういうのも含めて、はい、あと地図記号そのものもね、どんどん変わっていくので、今もう使われなくなった地図記号が入ってるとかになってくると、またそれはそれで問題というか、多少突っ込まれる可能性もあるとか、ね、結構やっぱりあの気にしないといけないことがいっぱいあります。まあ、はい、いずれにしても、ちょっと待って、ストップ、地球地理教育のところ見せて。ああ、これね、地理教育は決定的な間違いの分かる？これ。これね、地球、まあ、地球社会共生学の学生、割とこれやるんだよね。これ、あの、うちの学生全員に聞いてみようか。グラレコムに限らず。これ、まあ、何が間違ってるか分かる人？線の書き方がおかしい。具体的にはどの線？真ん中かな？かなってなんでかなって、ちょっと待って。
こんなって言われるとショックだな。これね、地球社会共生学部の学生なんでみんなこう間違えるのかな。他の学部のとかでも、他の地理の学部の学生に聞いてみようかな。あれか、あの横の線が、横の線って言うな。横線違う。緯線縦です。経線が上に広がっちゃってる。あ、ごめん。緯線、あのごめん。緯線か。緯度を示すから緯線でね。ごめん。あ、ちょっと今俺も頭ごっちゃになってきた。はい。緯度を示す。そう。でしょ。遠いだから縦線が緯線になるのか。あ、違う。ちょっと待って、俺もごっちゃになってる。まあちょっとそれは置いと、じゃあ置いとこうか。緯度を表現する、緯線ですよね。そう、緯線だよね。だから緯度を表現するから緯線だよね。はい、そう。で、緯線は東西方向にまあ気温伸びていくっていう形になるけど、これ全部赤道に収束させちゃってるという非常にこう。ありがちだけど、これはありえないよねみたいな。緯度が全部赤道とごっちゃになる、ごっちゃに交わってくるっていうことはありえないわけで、緯度は緯度ごとにこう平行になっていくのが、まあ、基本的な線の書き方なので、そう、地球儀の緯経線の書き方のこう間違いってよくあるんだけど、もう地球社会共生学生は割とこれをよくやってるのを目にするので。はい、緯度と経度の概念をもうちょっと一回作り直し、なのでこの地理教育の地球儀は書き直しってすぐやれるだろうねというところですっていう感じですね。はい、ダブルチェック入れるってこういうことが見つかるので、はい、このままだと古橋研究室、緯度と経度も区別できないで教えてるのかって怒られてしまうので、はい、ちゃんとこういうのが間違いであるってことを瞬時に分かるように気をつけましょうという、はい、ところです。はい、っていう感じです。はい、なので、まあ、大体今指摘したところで大体多いかなと思うんですけど、こっちのでもう一回ダブルチェックしておきます。順次でお願いします。はい、 OK、まあ、あるあるな感じで、そうで、ね、グラレコ部全員で見てもなんとなく OK 出しちゃうんだよね、こういうイラスト化しちゃうと、はい、よし、じゃあ次は空間デザインいきますか。画面共有の準備を。はい、今回、見えてます。その時だけレンタル移籍しました。今から発表いたします。はい。まず今回は、はい、今見えてますか？見えてます。大丈夫です。はい。今回はそのテーマとして、あなたのいる、今いる場所、そこって安全っていうことなんですけど、今回、空間デザイン部は、局地的な視点から、地理院地図と掛け合わせたハッカソンにしていければなと思っています。で、目的としましては、こう住みやすい土地とか、その土地そのものの知識をもうあまり分かっていない初心者に向けにこう分かりやすく説明すると同時に、まあ、そういう知識だったり情報っていうのを地理院地図で、分かるよっていうのを広めていきたいっていうことです。で、大まかな流れとして、まあ、日本の土地がどういうことなのかっていうのと、まあ、そもそも土地の知識あんまみんな分かってるっていうことと、まあ、地理院地図を活用して、まあ、そういう土地の情報を知れるよねっていうことと、まあ、あと今回代表例として東京ディズニーランドの立地、まあ、どういうところに立ってるのかっていうのを発表できればと思っています。で、まあ、日本っていうのは、まあ、約7割は山地で、できているよねっていうことで、まあ、そういう山地を切り開いて、まあ、日本人は住居を獲得してきたっていうのを、まあ、そういう地理的な特徴だったりっていうのをどんぐらい分かってるのかなっていうので、地理地図を参考に調べていこうということです。で、まあ、そもそも地盤っていうのは何かっていうのは、まあ、大体分かってると思うんですけど、まあ一応説明すると、強い地盤と弱い地盤っていうのがあって、強い地盤はその岩盤だったりとかの硬質、まあ、硬いところの土地のことで、弱い地盤はまあそれと、反対に、まあ、柔らかい砂とかからできている、まあ、土地のことだったりします。で、まあ、地形分類の話なんですけど、まあ
これ山地から海まであって、まあ扇状地だったり河川があったり大地があったりするよねっていう中で、まあ、このふうこういうふうに種類別されていまして、でこのオレンジに書かれている部分っていうのが、まあ、ちょっと危険性が高いよねっていうことで、具体的に言うと、まあ、3、6部だったりすると土砂崩れの可能性が高いよねだったりとか、まあ、低地は水はけ悪いよねとか、そういうのが危険性としてあります。で、知っておきたいワードっていうのがあって、まあ、地盤沈下と不動沈下なんですけど、まあ、地盤沈下はもうその地盤に立ってる建物の重さに耐えられなくて、まあ割れてしまうっていうことなんですけど、まあ、それに対して不動沈下っていうのはその地盤沈下が不均等になってしまう、不均等に沈下してしまうっていうのがあります。これも、まあ、盛り土切り土だったりとかそういう人工的な土地から、なってしまうっていう感じです。で、それに対して、まあ、どういうふうに地理に地図が関わってくるのかっていうところで、青木にバトンタッチしたいと思います。はい、今回実際に地理に地図で調べてみた場所なんですけど、東京ディズニーランドっていうことで、次お願いします。で、なぜここにしたかっていうと、ディズニーランドは、結構有名かと思うんですけど、人工的に作られた土地、ほぼ埋め立て地だったり、近くに海や川があったりっていうのがあるので、なんかいい例になるかなと思ってここにしました。で、実際に見ていくんですけど、まず最初に、地形分類ベクトルタイルっていうところの、項目の、自然地形っていうところなんですけど、ここを見ると、給水部っていうのが分かって、まあ、液状化のリスクがあったりっていうのが分かります。で、地図の色でいうとなんか水色がかったような、色になります。で、次は、同じ項目の人工地形っていうところを見ると、高い盛り土地っていうところで、ここも同じように、まあ液状化のリスクだったり、さっき、言っていた不動沈下みたいなのが起こりやすいっていうのが分かります。で、次なんですけど、治水地形分類図っていうところを見ると、埋め立て地だっていうところが分かります。で、この黄色くなっているので、ほぼほぼ埋め立て地になっているってことが分かります。で、5分です。はい。はい、まあ、この3つ、すごい簡単な項目なんですけど、これだけでも、軟弱地盤であり、災害リスクが高いっていうのが分かります。で、次なんですけど、ただディズニーランドは、実際に独自の対策だったり、訓練をしっかりしているっていうので、今回はあくまで家を選ぶ際に、こういうリスクがあるっていうのが分かります。次お願いします。で、最後に自分の家とかこれから住みたい家っていうのを、調べる際には、まあ、実際に地理院地図で調べたい土地を入力してもらって、次お願いします。で、まあ、さっきの、見た項目の地形分類ベクトルタイルだったり治水地形分類図っていうのを見るだけで自然災害リスクだったり地震の時のリスクだったりっていったその、まあ、家探しで一番知りたいような、情報が見れるっていう感じです。こんな感じでマニュアルになってます。はい、終わりです。はい、そうそう、ハッカソンとして、多分今言わんとしてることは、地理地図、まあ、ベクター新しい地理地図をちょっと使って、まあ、自然地形なり人口も含めてあと、まあ、ハザードマップ的にこう使える情報がこことここにあってそれを全部見ておけば、まあ、これから家を買うのか自分が引っ越すのかどっちにしても自分が生活する空間が、まあ、安全かどうかって判断をするときに地理地図があれば、そういう情報があるんですよということは
よく伝わるんだけど、ハッカソンとして、大事なのって、多分そこのこう課題のところで、今の今回の課題の挙げ方っておそらくこういうことができることをすら知らない人に対しての、まあ、ある意味こう説明資料を作りましたっていう一つのアプローチだと思うんだけど、せっかくだからやっぱり結局チリンチってそういうことができるんだけど、そういうことできることを知らない人がいるのはもちろんその指摘の通りではあるんだけど、どうしてそういうことに気づかないのかっていうと、やっぱり情報量多すぎるんだよね。でそれは一般の人だけじゃなくて、専門家ですらやっぱりチリン地図を普段から使ってる人と使ってない人ですごい差がある。で、ただ例えば技術的な部分でチリン地図っていうのは、任意のこうレイヤー、さっきのこう例えばじゃあ14ページ見せて、14ページ、そうで、この、給水部 の, この自然地形の地形分類のレイヤー を選択している状態で、これがちゃんと見れる状態の URL っていうのはもうこの画面スクリーンショットのこのエッジの URL に書いてあるわけだよね。このレイヤーを読み込んでるよっていう、このレイヤーを、この URL を受け渡してあげれば、こう誰でもこの、自然地形分類レイヤーを見ている状態で表示が可能になってる、なるわけ。で、一般の人はこのレイヤー、階層構造でいうとトップの階層構造から土地の成り立ちで、その下にある地形分類みたいなところにたどり着けない一般の人たちになり、まあ、地理地図に不慣れな人たちが世の中にものすごく多いと。で、例えばね、この URL を全部 QR コード化しちゃって、とりあえずこの QR コードで、3つなら3つこうもう1つのこうサイトに、まあ、ページでこの スライドでもいいんだけど、これとこれとこれの3つのこうデータをとにかく見ておくだけで、やっぱり情報量が全然違うよねというこう、地理地図ベクターのおすすめレイヤーをこうチョイスした上で、その QR コードをパパッと見せるようなことまでやると、多分あだったら今スマホでパッと見れるねみたいなことができる。そこのこうなんでここの情報にアプローチできないのかっていうと、結局じゃあこのこうハッカソンの結果を、古橋研究室 の公式ブログなり、GitHub に情報がありますよっていうだけでも、多分ほとんどの人はそれに気づかないわけで、結局問題としては同じ問題を抱えたまま、になってしまう。でそこのこう情報そのものをものすごい集約して、この QR コード3つ知っとくだけでもう、こうハザードマップをすぐに見て比較することができるんだよねっていう情報をそぎ落として、そぎ落としたら、この情報さえ知ってれば、まずはこう地理地図の価値を 100% じゃないにしても、数十パーセントぐらいはもう引っ張り出せるような、まあ、そうい う, こうチートシートみたいなものが最後出てくると、まあ、文句出しだったかなというふうに思うんだけど、なんかそういう議論ってしてた。なんかこういう課題の地理地図をどう使うのかってい う, こうストーリーは分かるんだけど、このストーリーそのものよりもやっぱりこのデータが存在することに気づかない世の中の圧倒的な人たちみたいな、その人たちへのアプローチみたいなのって、なんか議論があった。あ、なんかそのセットみたいな、項目のセットみたいなのを作っとけば、うんうん、例えば地震を知りたいならもうこれみたいなっていうのはあったんですけど、うんうん、まずはなんか使い方かなっていう話になってるので、で、そこまで やる必要ないっていう感じだった。そう、まあ、そうですね、やった方がよかった。そう、あのね、課題としてこのままだとやっぱりね、こう、まあ、みんなそうなんだけど、俺も含めてなんだけど、やっぱ地理地図便利だよねってみんななんとなく知っていると。じゃあ具体的にどう便利なのって、さっきのドローン部みたいに、なんか確か空港のデータ見れたはず、どこだどこだって探し出すと。じゃなくてもう一発で QR コードでスキャンするぐらいな方が本当はいい。だけどみんな曖昧な記憶のままこうできたはずっていうところで止まっちゃってるのと、しかもなんかあれだね、今話をしながら思ったけど、これチリン地図ベクターって言いながらもスクリーンショットがチリン地図ベクターじゃなくて普通のチリン地図だよねとか、まあいろいろ気になること言ったんだけど、ちょっとそのあたりがなんかほわっとしたまま終わっちゃってるのはもったいないなっていうところかな。もう一回ちょっと最初の課題、なんか課題の設定かな、課題の設定、まあ今後の課題として取っとけばいいんだけど、2ページ目かな、地理地図の認知を広めたい、
割とチレンチズ自体もこう学校の教材に使えるようなコンテンツを整備していったりとか、いろんな学校の先生たちも先生たちでやってるし、みんなこれをどうやったらこう理解できるのかということで、こう間口は広げ始めているし、で、やっぱり専門家ですら多分今まで使われてきたチリンチーズと今度の新しいチリンチーズベクターの違いとか理解している専門家も案外少なかったりするのね。で、ちょっと3ページ目いってもらっていい？で、まあざっくりふわっとしてチリンチーズもっと知っておいた方がいいよね、何を知ったらいいのっていうところで、まあ、こういうストーリーが出てきたっていうところなので、そうだよね。だから、そうディズニーランドを例にしたのすごくよくて、どっか出かける前に自分が行く場所、ユニバーサルスタジオでもどこでもいいんだけど、大体まあ、湾岸沿いのこういうエンターテインメント系の施設って大きなスペース確保しないといけないから、大体埋め立て地で、そういう場所を、まあ、埋め立て地だっていうことを知ってるだけでも全然違うとは思うんだけど、もうその中でも、まあ、こうどういう場所なのかっていうことをあらかじめ知っておくと、まあ、自分がそこに行ったときに、いざ災害にあったときに動き方 が変わるというか、自分の、まあ、ある意味災害の、まあ、防災対策でいう自助共助公助の、まあ、自助の部分の、まあ、スキルが上がっていくっていうところだよね。なので、それはそれでいいんだけど、それを普段からこう癖になるかっていうと、多分今回ハッカソンをやったこのスペシャルデザイン部とその空間デザイン部のメンバーも多分ハッカソン終わると忘れて、どっかこう合宿なりどっか遊びに行くときにチリン地図でそれをいちいち確認していくっていうことをしなくなるはず、ほぼ 100% に近い形 でそこのこう気軽にそれをこう普段からこうチェックするような癖をつけるっていうところをどういうふうに実現したらもっとこう気軽にチリン地図にアクセスできるのかなみたいなところが、まあやっぱりあるといいんだろうなと、まあ同じ話をしてるけど、というところかな、改めてこうやって見るとです。ちなみに、QR コードが1個も出てこなかったのは空間デザイン部としては何か理由ある？今、まあ、これだけ話をしてるけど。いや、理由というよりは、そうですね、なんか使い方のマニュアルみたいなところに焦点を置いてしまって、マニュアルを作ったらマニュアルを見てもらうことって大事じゃん。はい。なので、今後例えばこれをさ、資料研究室じゃなくて外の、まあ、これも Facebook ライブで公開されてるけど、そこ外の人がこの話を聞いて、あ、このマニュアルどこにあるんだろうってふと疑問に思った時に、それをアクセスする手法がこのプレゼンの中にやっぱり1個でも入ってると、それが URL なのか、こう QR コードなのか、まあ、GitHub にあるよって一言なのか、 Medium にあるよでも、何らかのそのこの情報にアクセスするためのこう誘導みたいなものを最後の1ページにでも入れとくだけで、やっぱり受け取り方が全然違うかなと。でこれは、今後のプレゼンの仕方の、まあ、工夫の仕方で、やっぱりプレゼンってまず話を聞いてもらうのが一番大事。だから5分ぐらいの話でパッと聞いて理解してもらって、あ、今聞いた話はすごく役に立ったなと思ってもらう。で、それは多分クリアしてて、その次に、あの話よかったらもう一回ちょっと情報確認したいんだけどって言った時に、その振り返りができるようにちゃんと誘導してあげる。で、今だとそれは多分最後のスライドにQR コード1個埋め込んで、それがブログなのかどこ GitHub なのかにこう飛んで、この元情報にアクセスできるようにしておくということができてると、プレゼントして、まあ、ほぼ、まあ、大成功に近いというか、この、興味を持った人がちゃんと、引き続きその情報にアクセスしてもらえるから、この作ったストーリーを読んでくれる人たちが出てくるということが作れる。で、それよりもさらに上のステップで、やっぱりこの情報がやっぱり長いとか、もっとシンプルにこの情報に近いようなチリンチの使い方をテクニカルに普段から使いこなせるようにチートシート、まあカンニングペーパーのような QR コードリストみたいなものが手元にあるとか、まあその使い方いろんな形があるかもしれないけども、まあそういうこう、ちょっとしたこう情報のまとめ、ページを作っておくってことまでできると、まあ、文句なしかなという、まあ、そんな感じかな。なので、あ、先生、今、はいはい、
はいはい。あ、ごめんなさい。今回この資料作りで意識したっていうことが、うん、空間デザイン部なのにデザインがないなってことになって、うん、でこの資料をなんかニュースピックスっていうその、うん、新しい情報の伝え方、うん、みたいなやつ今ちょっと URL を送ったんですけど、うん、そんな感じ それを意識してすごい見やすさを意識して資料を作ってんですけど、なんかこういう媒体で伝えられたらなと思ってて、でなんかどこの媒体でそれをできるのかっていうのはちょっとそこまで議論ができてなかったんですけど、なんかありますかねって思ったんですけど、ニュースピックに取り上げてもらいたいと、それともニュースピックに、はい、うん、そこはまずニュースピックをという話で、ニュースピックって2つこう記事の投稿の仕方があって、1つは一般的なメディア、オンラインメディアの情報が流れ込む、単なるリンクがニュースピックに流れてくるっていうパターンと、ニュースピック編集部が独自にコンテンツを作るなり、ニュースピックスが認めた、エリック先生とかもそうだけど、その公式のその、なんだ、記事投稿者がいるんだけど、彼らが投稿するっていうような、そのニュースピック内部で作るコンテンツと外部のいいコンテンツをニュースピックスに流し込むっていう2つの流れなんだけど、その2つで言うとどっちの話をしてる、うん、外部のことだと、外部、そうすると外部の、はい、ニュースピックスが受け取ってる外部のプラットフォームは何かっていうことは理解できてるから、ね、そこに掲載してもらえばいい、はい、うんうんうん、っていうところになると、まあ、それぞれのその、ブランディングされてる、まあ、ある意味ちゃんとした、入手素材が集まってるところにその記事が採用されないといけないっていう、まあ、ライター、うんうん、プロのライターさんの中に、まあ、立ち向かっていくことになってくるんだけど、うんうん、まあ、そこを目指しているのであれば、この記事は、はい、少なくとも今の段階だと多分採用されない。でそれはデザインがいいかとかっていうよりも、やっぱりそのエクスペリエンスとして、そのこの情報の価値とか、そこのさっき その読んだ上でそれをどう使ったらいいのかっていうところのこう掘り下げまでできるかっていう、その見た目のデザインというよりも、やっぱりその経験とか価値のデザインをきちんとデザインしてあげないと、やっぱりこうその先に進まないかなというところ、うん、でやっぱりね、ちょっとこうスライドはおしゃれにはできているんだけど、なんか見た目のデザインとあとストーリーがなんとなくできたっていうところで止まっちゃってるのは、まあもったいないっちゃもったいないというところかな、うん、でだからそこをみんなにも見てもらいたいっていうためのメディアに、きちんと載せていきたいっていう、もしゴール設定をしているのであれば、やっぱりこれにそのニュースピックとかって割とやっぱりビジネス目線の記事が多く入ってくると思うんだよね。なので、まあ、そういうこうこれとビジネスがどう関連するのかってとこまで掘り下げて、みんなが興味持つような話であればニュースピックスにピックアップされる可能性はゼロじゃないけど、こう純粋にこの話だけだとニュースピックス以外のアプローチの方がむしろ自然な気がするけどね、うん、ちょっとそのニュースピックスに取り上げられるまでの過程とかのは全然議論が煮詰まってなかったので、ちょっと引き続き考えられたらなって思いました。でもともとその本質的にニュースピックスに取り上げられることに何どんな価値があるのかなっていうのが疑問なんだけど、この地理院地図っていうのを各地を選ぶ際に、うんうん、みんなが共通の認識として地理院地図を使うよね、当たり前だよねって思ってもらいたいなっていう目的があったので、そういう大きいメディアとか、ま、でも取り上げられるとかそこまではまだ全然考えられてなかったんですけど、うんうんうん、でもそういうことを目的としたから、そういうなんか見やすい資料としてニュースピックスを選んだっていうのはありました。なんとなく自分たちの世代でみんなが目を通しているオンラインメディアってニュースピックスだよねという、まあ、共通認識だと、まあ、せいぜいそのぐらいのみんなが見るメディアに取り上げられないとこの
ストーリーも価値はないよねっていうか、見てもらえなければ価値は、うんうん、なくなってくるっていうところで、一つの、はい、そのこうまあ Z 世代がよく見るメディアに乗る、そのまあ一つの例としてニュースピックスが出てきたってことね。はい、なるほどなるほど。だからまあ、だから逆に言うとニュースピックス以外の方がフィットする可能性もあるし、そこのあたりの話の持ってき方と、うん、あとやっぱり、まあ、こういうのってすごく大事なのって、こうこのテーマって結局防災なら防災、災害なら災害とかって結局タイミングがあるんだよね。で例えば今月だったら、ね、昨日1月17日だったわけで、やっぱり昨日もしくは昨日の1日前ぐらいの、この数日間はものすごくやっぱり防災のキーワードがニュースに載るタイミングになるわけで、次は3月11日になるし、まあ、日本全体でも割と9月1日っていう、まあ、関東大震災の日も割と有名なタイミングだし、まあ、そういうところも含めてこうどのメディアにどういうタイミングでどういうふうに知り渡るのがいいのかっていうことをきちんと意識するっていうことはまあ大事かなと思います。で、うん、あとやっぱりそこのこうこのストーリーがその見てもらいたい人たちにとってどんな価値が出てくるのかっていう、また価値を作ってあげるっていう意味でのそのデザインのところでは、最後のその情報の再利用をするところをもうちょっと工夫しないともったいないなと思うよね。例えばね、まあ、バズるって意味合いで考えたら、こうこのストーリーとかをなんていうのかな、にアクセスできるような、さっきの QR コードだったら QR コードをデザインして、でなんだろうな、なんかそれが例えば T シャツとかこうトートバッグとか何でもいいんだけど、物に転写しておいて、なんかそれこそね、こうなんかよくわかんないけどあの人の背中に QR コードがあって、でそれを3月11日とかにみんな着てるわけよ。で携帯かざしてスキャンするとなんかこのサイトに飛んで、おそうかみたいな、今日3月11日かっていう風にこう吹かせる、まあイベントを仕掛けるみたいな、そのユーザー、そのまあユーザーというかあれだね、まあエクスペリエンスという経験とか体験をこう作ってあげるみたいな。よくそのノーパンツデイとかっていうイベントとか年に1回あるのって知ってる？その、いや知らないです。1日だけその下着だけで通勤して、地下鉄でみんなでその下着姿を写真撮るっていう、こうイベントがあるんだけど、すごいくだらないイベントなんだけど、毎年その冬寒空、1月確か1月この前終わった気がするんだけど、寒い冬の日にわざわざそのパンツ姿で恥ずかしい格好して仕事場に行くんだけど、それがその SNS 上でこう画像として流れてくるわけでね。あ、そうすると、あ、なんかそのノーパンツルックデーなんだな今みたいなので、なんとなくこうみんながちらっと見るみたいな。だけどすごいこうなんていうかな、エロティックなものじゃなくて、すごい健全なこう下着姿を演出するってすごく実は難しくて、でこう見てる側がすごく不快にならない面白おかしいイベントをきちんとこう提供する、そこにこういうこう情報を埋め込んでいくみたいなやり方は、まあ、ありかなと。今話を聞いて、まあ、そういう、こう企画まで、企画案までこのストーリーを作りました、このストーリーをみんなで年に1回、知ってもらう企画として、例えばこんな展開の仕方あるよねみたいな話までできると、やっぱりそれはそれでハッカソンとして面白い、結果になってるんじゃないかなというところです。だからやり方のアプローチの入り口は間違ってないんだけど、やっぱりその先をどこを目指すのか、どこまでデザインできるともう文句なしっていうところかな。はい、です。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、で、あと、GitHub は？待って、あ、今画面共有止まってた。じゃあ、GitHub。これか。メディウムで、一番下にプロジェクトを貼ってあります。はいはい。はい。よしよし。おお、ちゃんと。ドローン部以外は今のところちゃんとプロジェクトで。はいはい。申し訳ございません。
あ、この辺に、あ、議論が、はいはいはい。まあ、OK です。はい。なので、OK。よし。では、次は、次、ユース。ユース。苦労してたのは見てたけど、はい、ユース。さあ、どこまで行ったか。ですね、いや、どこまで行ったかっていうと、全然。今日はよろしくお願いします。はい。はい。始めます。はい、行きまーす。3、2、1、スタート。まあ、今回、ハッカソンで僕たちが取り上げたのが、その地理院地図に OSM を表示させるっていう、まあ、OSL、地理院地図の URL を OSM の URL に変えるっていうことで、最初始まったんですけど、まあ、だんだんその、大変さが分かってきて、で、途中で、じゃあ僕たちが1年間やってきたこともなんかできたら、その組み込めたらいいねみたいな感じになって、で、あの、ホイールマップのデータを地理院地図に入れようっていう形になりました。で、まずそのホイールマップのデータの取り出し方ってところで、ブラジルの JICA、JICA のブラジルのデータを作るときに使ったオーバーパスターボがあるなっていうのを思い出して、そこで、OSM 上にそのホイールチェア ES で登録されているのを全部抽出しようってなって、で、この下のコードのところ、これをもう見つけるにも1日半ぐらいかかって、大変だったんですけど、で、なんとか抽出することができて、で、次にやっぱりレイヤーズ、アンダーバーテキストファイルの書き換えってところが一番大変だったなっていう、まあ書き換えられてないんですけどまだ、でそこが一番大変だったなっていうのがあって、でこのこう来たっていう人が、この人がもう地理院地図に OSM マップが表示されるようなサイトをもう作ってて GitHub で、でその人のを参考にしたりしながらちょっと考えたんですけど、結局あの URL のところで本当につまずいてしまったっていうところが、まあ、一番の、まあ、今回の課題というかでした。でやっぱりその原因だったのが GitHub での情報共有ができてないっていうことなのかなと思ってて、まあ実際4年3年生4人で、まあ、コミュニケーション取り合ってやってたんですけど、それが GitHub 上ではなかったっていうのが結構、まあ、一番の問題かなと思っています。で、これがスライドなんですけど、まあ、フォークして、で、もうこのタイルの URL が分かんないというところで、先生の、あの前期の授業でタイルの URL についてちょっと勉強した機会があったので、それをもう見返したりしたんですけど、うんっていうことになってしまって、でまあ、結局 GeoJSON のデータを取り出して、まあ、終わってるところであります。はい。なので、まあ、これは続けていかなきゃいけないなと思ってるんですけど、まあ、はい。次回から GitHub をちゃんと次回から。今回も、今度で最後だけど。一応 GitHub のデポジトリは2つ作ってあって、うん、もう一つは途中でこれを作ってあって、それを先生に伝えさせてしまって、なるほどね。あ、それは気づかなかった。で、まあ、うん、でなるほど。がもう全然、なるほど。なんですけど、まあ一応作ってありました。で、まあそうですね。やっぱり地理院地図に一発で OSM のあのホイールマップのデータをが載るってところまでがゴールだと思うので頑張ります。はい、はい、じゃあちょっとまずそうそう、根本的な部分で、地理地図に OSM のデータを載せるっていうアプローチは大きく分けて2つあるのね、はい、それはまあ授業でもやったと思うけど、ラスター型のデータ、つまり地理地図のタイル画像
を OSM に変えるのか、もしくはベクター型のそのホイールマップのようなこう点とか、まあ、ラインとか、まあ、そのオーバーパスターボのクエリ見ると点だけじゃなくてラインとか、ね、ポリゴンも全部抽出しちゃったって感じがするけど、何をその地理地図の上に載せるのかって、このオーバーレイするた目的のそのベクターデータの、まあ、どっちがメインなのかっていうことがまず明確にあんまりなってない印象があった、はい、でまあ途中からホイールマップっていうキーワードが出てきたから、あ、まあ、後者なんだなってことは理解したけど、やっぱりそのゴールが、ちゃんと伝えきれてないままに進んでった感じがすごくする。だから背景もオープンするマップにしたかったのかどうかってのまず確認したいんだけど。いや、なんか最初先生と前回の授業に話したときに、うん、オープンストリートマップで一発で飛べるようにっていう話を聞いて、うん、あ、じゃあ背景も OSM にしなきゃなと思って、うん、で、うん、でこのなんかもう作ってる人のを見て、うんうん、あ、これ大変だってなって、じゃあ まあ手始めに地理院地図背景に、なるほど、あ、ほん今分かった。じゃあ最終的には背景も OSM にして、上最初はそういう感じっていうことが、最初のタイルのところでいきなりつまずいて、あ、そうです、上に重ねるデータだけでも、OSM 由来のポイントデータを載せようと思って、それもつまずいてしまったっていう、あ、そうです、この、ね、ダブルのつまずきがあったってことね、はい、そうそう、うん、なので大事なのはやっぱりそこのこうゴールとして何を目指すのかっていうところをちゃんとこう考えた上で、まあ、なんやかんやってこう大学の授業の中ではいくらでも失敗していい場所なんだから、こうもう正直につまずきましたっていう報告をして、この通りにやりたかったんだけどっていう連絡をくれれば、割と背景の画像を切り替えるのは実は本当に数分で終わる話なので、そんなに実はつまずく話がないっていうレベルのことで、はい、っていうのと、逆に言うとやっぱりホイールマップの日本全国のデータを一気に載せようと思ったら、まあそれはデータが膨大になるだろうから、絶対どっかでつまずくだろうなというか、いわゆるベクトルタイル化するっていうところが、まあ、いずれ必要になってくるっていうところでは、まあ、そっちのつまずくのが、まあ、ある意味レベルが高いけど、それも乗り越えられれば、まあ、いくらでも応用は効くかなっていうところでは、チャレンジしたことの価値はでかいんだけど、そのこうつまずいたことをちゃんとこう自分たちがどこまでやって、どこがうまくいかなくて、どんなエラーなりどんな現象が出てっていうことを、その一周できちんと報告できていれば、多分それにもうヒントを与えるだけで解決しちゃったんだろうなと、はい、だからそこのやっぱ質問の仕方だよね、はい、そこをもうちょっと工夫すると、こう多分だからあれでしょ、もう行き詰まって行き詰まって、どう質問したらもういいかよく分かんないから、ズームで教えてくださいっていう感じでしょ。そうですね、とりあえずこのオーバーパスターボが出たところで一安心して、で、じゃあこれをレイヤーズアンダーバーテキストに載せようってなったときに、その URL って何ってなってっていうところですね。で、あ、これは、まあ、ズームで聞かなきゃなってなっちゃいましたね。なので、そう、聞く前にここまで、そのさっきのレポジトリも含めて、こことここにここに、とりあえず中途半端だけど、データとやった作業が全部残ってるので、でここがうまくいかないっていうところであれば、割と多分 Zoom つながなくても解決できるし、はい、やっぱりグローバルで、それこそね、ユースマッパーズとかもそうだけど、日本の時間帯と海外の時間帯でそれぞれ生活のリズムが違うと、こうグローバルなコミュニケーションってよりこうリアルタイムで話すタイミングってすごく難しくて、だからやっぱりそこで一周でちゃんと情報をつないで、どこまでやってどっから先が見えてないかっていうことが、こう情報の引き継ぎができるだけでも、その先に進むステップがどんどん速くなると。で結局このコウキタさんのこの GitHub のスクリプトも、はい、GitHub にコウキタさんが乗っけてくれたからアプローチできたわけでしょ、見つけたわけでしょ、はい、そうです。これが大事なのよ。だからコウキタさんはまさか古橋研究室の学生がソースコードを覗きに来るなんて、これっぽっちも思ってないわけだけど、誰かが役に立つなんて思わないで、自分のためにもしかしたら使ってる作ってるのかもしれないけど、そうやって公開しておくことが実は誰かの役に立ってたりする。そういうことも含めてやっぱりこうちゃんと記述しておいて、でトラブったらトラブったって、まあ、正直ベースに一周に残しておくと、もしかするとね、古橋じゃなくて他に通りがかった誰かが、あ、これ簡単にこうやってやるんだよって教えてくれるかもしれないとかね、っていうのも含めて、多分あれでしょ、 LINE でメンバーでコミュニケーション取ってたんでしょ。あ、そうです、うん、だから LINE はダメなのよ
外につながないから、外の人は見えないから、何やってるか分かりませんって状態になると、完全にシャットダウンされちゃうの、はい。で、そうすると、外の人が見えないまま、なんか苦しんでる、でもその苦しんでる姿すら、外に出してないから、全く分からないっていう、うん、あの LINE の一番悪い使い方ね。だから、こう、LINE でこうやるぞって声かけするのはいいんだけど、やった作業の結果を報告するのは GitHub っていう癖をやっぱりちゃんとつける。っていうだけで多分ね、やっぱり今後の動き方が全然変わってくるので、はい、っていうところですね。だからあのアプローチ その情報、こう自分たちがやりたいことのこう手順とか今あの抱えてる課題をちゃんと可視化できるようにして、しかもこうみんながみんなというか、まあ、あの基本この研究室の中 のが多いけど、でも外の人も見れるようにしておくっていうことはすごく重要だし、誰かの実はこのトラブル自体も誰かの参考になる可能性が高い。だからあのそのトラブル自体も無駄じゃない。同じトラブルが起きた人がググった時になんか急にヒットして、あ、なんかこの学生も同じことで苦しんでるみたいなことで課題が解されてくる可能性があるので、起きてしまった、まあ、これ多分ね、後で多分森田とかと話もするかもしれないけど、トラブったことはなるべくトラブったことをちゃんとレポートでイシューとして上げておくっていうことにしておくと、結構実はあのその書いている書いておいた情報がこうヒントになってくる可能性が非常に高いですというところです。なので、俺、じゃあ一旦俺が最後に GitHub のイシューにコメントしたのは見た？見ました、うん。なので、あれの 231.geojson の意味は分かった？は、分かんないです。分かんないか。まあそう、まだ3回言わないと多分分かんないだろうなと思って。そうそう。あ、じゃあちょっと、その画面見せてもらっていい？俺が一緒に書いといたでしょ。そうそうそう。で、まず、まあ、あの、休日は数千ポイントのポイントデータを一気に処理するのは、そこそこハイパワーのマシン使わないときついので、結局あのホイールマップのポイントデータだけ抽出しても5000ポイント以上あったので、普通のウェブマップのポイントプロットの機能だと多分数百でもう値を上げてくることが多いっていう中で、5000ポイントをプロットするっていうのはかなり無理があるけど、まあ、チリン地図はそれでも無茶すればちょっと待てばできますよということで、これどうやって実現してるのかっていうと、レイヤーとしてレイヤー .txt ファイルの中に、ベクトルタイルのデータがここにありますよという形で、まあ、古橋の個人アカウントの中にあるこうレポジトリに、GeoJSON ファイルをベクトルタイル化して置いておきましたよということを実現してるのが今見てるところです。で、ただ、231って書いてあるのは、ベクトルタイル化したって言いつつ、ちょっとめんどくさかったから、とりあえず、ベクトルタイル化したように見せてるだけで、実際にどうしてるのかっていうと、231っていうのは、ズームレベル2で、ZXY の X が、3で、Y が1かな、の、タイルは、日本全域を含む非常に日本をまあ割と中心に置いてくれるちょうどいいタイルが1個あるのね。つまり日本全国のデータを全部読み込みなさいっていうふうにする場合には、そのズームレベル2の X3Y1 かな、231のタイルにデータを置いておくだけで実は読み込まれるっていう。ただ一気に5000ポイント読んでるからすごい待たされる。で、ジョージエソンファイルも2メガ、ポリゴン消しても2メガぐらいになったんだけど、まあ、なので、結局それをちゃんと、ベクトルタイル化して、ズームレベル2では読み込まないようにむしろしておいてとかって、いろいろこの今後の改良の課題はもちろんあるんだけど、まあ、そういうことを、まあ、一つ一つのテクニックをちゃんと知らないと、この、チリン地図のレイヤーズ .txt っていうファイルを自分なりにカスタマイズするっていうのは実はハードルが高いってことを今回のハッカソンで学んだってことがでかいってこと、ね、うんうん。でも、逆に言うとそのあたりの、まあ、全般の知識が出てくれば、逆に言うと、まあ、お金かけずに誰でもできることだし、そのあたりのノウハウっていうのが案外やっぱり共有されていないっていうところはすごく、まあ、もったいない。チリン地図の、まあ、優秀なところであるのにもかかわらず、まだまだもったいないところでもあるかなっていうので、GitHub にせっかく置いてくれていて、
それを自由にフォークすればどんどん地理地図をカスタマイズできるっていう風に地理はしてくれているので、まあ、それをやっぱり使いこなせる人を増やすっていう、まあ、ことはやっぱり重要なので、まあ、次のステップとして、まあ、課題としてやるんだったらやっぱり Google マイマップとかが手軽っちゃ手軽なんだけど、やっぱり地理地図をコピーして、地理地図の標準機能を持ったでも、その中に格納されているデータそのものは、自分たちが使いやすいようにかなりカスタマイズして、でそれこそね、古橋この次のステップで古橋研究室用地理地図みたいなものにカスタマイズすると、でドローン部はドローン部レイヤーとか各、ね、サークルごとにレイヤー作っておいて、ドローン部レイヤー見るとこう空港のデータとか DID のデータが出てくるようになってるし、ユースマッパーズのレイヤー見たら今まで作ってきたホイールマップのデータとか、まあ、いろんなデータがそこで閲覧できるようにするみたいな、まあ、そのカスタマイズをこうどんどんこうできる学生が増えていけば、もっと面白いことはいっぱいできるかなと思ってはいます。なので、まあ、今回の、トラブルを最低限やっとかないといけないのは、ここまではできたけどここから先はできなかったっていうところのその、状況はある程度メディアムにまとまってはいるんだけど、そこをもう一回見返してちゃんと引き継ぎができるようにしておくっていうところが一つポイントかな。あとやっぱり、今回の作業の中で、ま、知っておかないといけないポイントがいくつかあったわけだよね、はい、だオーバーパスターボの SQL、まあ、クエリの書き方、しかり、GeoJSON、出てきた GeoJSON ファイルの、まあ、エクスポートした後、その中で、必要なデータと不要なデータをどういうふうにこう分離していくとか、はい、まあ、データクレンジングという言い方もかもいいかもしれないけど、データをまあコンパクトにして、できるだけコンパクトにしてあげるっていうね。だから今回作ったエクスポート .geojson かな、名前がそんな感じだったけど、あそう6メガぐらいあったでしょ。そうです6メガぐらいあって、それ多分ね、QGIS にそのままインポートして、そのまま QGIS で GeoJSON ファイルでエクスポートすると、それだけで多分余計な属性がどんどんついて、60メガとか10倍ぐらいにファイルサイズでかくなったりするのね。とか、まあ、いろいろこう、実はやってみると、予想もしないようなトラブルに巻き込まれて、結局、古橋はあのデータをもっとコンパクトにするために、ポリゴン邪魔だから、GeoJSON.io に突っ込んで、GeoJSON.io でポリゴンデータだけ削除した。余計な属性はこれ以上つけないように、あえてそこで抑えた。でそれはQGIS でどうしてもその一つの、データセットの中にある属性の種類は全部共通で持たせないといけないっていう昔からの GIS の考え方がちょっと残っちゃっているので、GeoJSON.io で読み込んだ GeoJSON ファイルと QGIS で読み込んだ GeoJSON ファイルの中身が実は変わってしまうっていうか、無駄なデータが増えるのが QGIS だから結局処理も重くなって多分トラブルがいろいろ起きるっていうことは想定されるので、まあ、そういう、そう経験を、まあ、するっていうのもすごく重要だし、で、まあ、コンパクトにしたとはいえやっぱり5000ポイントのポイントデータを地理地図で一気に読み込ませるのは非常に負荷が高いので、やっぱりその次のステップで、ベクトルタイルのデータセットに今度は変換してあげるという作業が必要になってくるので、まあ、その時にどういうツールを使ってベクトルタイル作ろうかなっていう、またテクニカルな作業が必要で、出来上がったデータを地理地図の中にどう埋め込んでいくかって、このレイヤーズドットテキストの考え方をきちんと理解する、まあ、そのあたりはもうなんとなく作業してるとキーワードが見えてきたと思うので、はい、次回に向けてこのあたりのノウハウをきちんと、使いこなせると、次は、まあ、失敗しないでちゃんと実装までいけるぞみたいな、そこの道筋が立てられれば、まあ、ハッカーさんとしては十分学んだことが多いんじゃないかなと思ってます。まあ、大体そんな感じかな。はい。うん、まあ、うん。そう。まあ、一つ評価するのは、地理地図のソースをフォークしろとか、その辺一切言わなかったけど、ちゃんとフォークしているし、なんかいろいろ試行錯誤されていたっていうところがあったっていう意味では、まあまあ、ゴールまでたどり着かなかったけど、こうある程度は想定通りいろいろこうチャレンジして、途中で打ち死にしましたって感じ。そういう感じだ。まあいい打ち死にの仕方っていう意味では、そう重要なプロセスかなと思ってます。はい。他ユースマッパーズのメンバーのコメントなんかある？もう力尽きた。ああ力尽きてます、ね、なので、そうだからあとはそういうこう
なるべく一人でやっぱやらないで、どんどんこうスクリーンショットとかあのトラブル報告は誰かに任せるとか、その辺も含めてできる学生をどんどんこうなんていうの、できる学生が一人で抱え込まないように、できたところの情報をバンバンこう周りに投げて、これで古谷先生報告しろっていう報告は投げちゃうとかね。でそうすると、ね、あのインタープリーター的に全部は理解してないけど、なんか比嘉の先輩がここで苦しんでるそうですとかね、まあ、同級生だとね、まあ、そう比嘉のがとかって感じか、まあ、いずれにしても、そんな感じでうまくそのやってることをみんなで共有しながら、とにかく LINE だけで終わらせないっていうところをちゃんと意識しておけばいいと思います。はい、ありがとうございます。はーい、 OK、 じゃあそんなとこかな。多分ね、こうレイヤーズドットテキストをいじろうとして玉砕しましたっていうこの光景を見て、地理地図詳しい人が何かニヤニヤきっとしてるはずなのでなるほどなみたいな、そんな感じかなと思います。はい、じゃあ次一芸、最後か、はい、一芸準備を。さあ一芸部、さっき与田がチャットで帰ったけど、あ、います、います。あ、いたいたいた。あ、来た。はい、聞こえてます。お疲れ様です。画面共有。画面共有ですね。はい。はい。あれ、見えてますよ、今。もうちょい、もうちょいで見えそう。開始したまで見えてる。はい、共有の再開って、ちょっと。お、なんか、うん。一時停止してる感じかな。あ、見えた、見えた、見えました。見えます、これ、見えてます。はい、見えてます。はい。はい、じゃあ行きます。3、はい、スタート。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。そうだ。いや、そうっすよ。めちゃくちゃ長かったっすよ。そうだよね。もう終わりっすよ。つか来週あれでビビってますわ。本当に。ということで、はい、一ゲーム発表します。で、今回そのハッカソン国土地理院と一ゲー情報ゲームっていうことで、いや最初やること見つからなすぎてめちゃくちゃ焦ってたんですけど、あ、先生タイマー回ってないっすわそれ。あ、ごめんごめんごめんです。まあいいんですけど。それでですね、その、まあ最初何するかって迷ってて、まあ一芸、まあ実際国土地理院の地理院地図なんか古橋ゼミなんですけど、自分もあんまり知らなくて、それで、まあどんなものか認知してもらうために位置情報ゲームでできることは何かないかなってことで、まあちょっと今回位置情報ゲームらしく、イングレスのミッション機能を使ってどうにか地理院地図の国土地理院を広めていけないかなってことで、今回ですね、淵鍋かける国土地理院ということでミッションを作成してやっていただきまして、まあ、ミッションの内容としましては、その淵鍋駅周辺の三角点についての調査なんですけど、国土地理院の三角点になっているそのマンホールっていうのがですね、その淵鍋駅の三角点の基準になっておりまして、そちらの方で、ミッションの方を作成していったんですけど、まあ、目的といたしましては、その国土地理院の存在をですね、まあ、淵鍋のみんなにもまあ、より身近に感じてもらうためっていうのと、その三角点って何だろうって実際知らない方、俺も知らなかったんですけど、多いなと思ったので、まあ、そういうところでミッション作っていったんですけど、まあ、その三角点ってまず実際その古川先生からの参考資料でもあったんですけど、まあ、最低でも2キロ以内三角点の基準が離れているので、まあ、淵鍋にあるかなと思うので検索をしたらですね、しっかりその淵鍋に三角点の基準っていうものが設けられておりまして、淵鍋の三等三角点ですね、こちらの方がありましたので、こちらの、こちらを基準にミッションの方を作成していったんですけど、まず三角点って一体何なのだってことに関してまして、まあその地図の作成や国土の保全や各種なんたらと書いてあるんですけど、これあの国土地理院の URL っていうか中身参照にして、作ってるんですけど、まあ、こう地図を作る場合にですね、まあ、おそらく写真撮って地図を書くっていう時に対して、まあ、その縮尺とかの歪みとかなくすためにこの三角点っていう基準が重要なものになっているんですけど、まあ、それがですね、まあ、淵鍋にあるってことで、まあ、地元にもある、まあ、学校の地元にある一個の大事な基準ということですね、まあ、ここみんなに知っていただこうということで、そちらの方でミッションを作成していったんですけど、まあ、これが実際にこの、淵鍋にあるこの国土地理院の三角点の基準点、三等三角点になっているんですけど、まあ、今回そちらの、あと淵鍋の青山学院付近にもある基準点とかも回って、こういうルートで今回はそのミッションの方、作成をしていてですね、まあ、実際にできたミッションが、この今、
こうやって今作って、ドラフトされたので、今、普通の付近に行ったら、例えば距離検索とか、新しい検索すると、俺の作ってミッションが出てくるんですけど、まあ、これ、ただミッション回るだけでもつまんないので、その三角点について学べるような、その、ミッションの内容にしたって、その、しっかり、何でしたっけ、質問答えなきゃ次に進めないタイプの、ミッションにしてあって、ここから一個ずつちゃんと知識量も保たれて、三角点についてしっかり学べるような、ミッションを作ってありまして、まあ、これ、まあ、そんなに難しいミッションでもないのと、地元の、まあ普通の米機で作ったものになるのと、あと、そうですね、そのまあ三角点とか国土地理院のことを古橋にしてて損はないと思いますので、まあ、来年以降これ一個クリアすることくらい、そのイングレスのレベル基準と一緒の最低基準くらいに設けてもいいんじゃないかなって思って、なんか、まあ、成果物として1個作っとこうって感じで、そういうことも後で、後付けなんですけど、組み込んできて。で、これ一応、まあ、なんていうんですか、グラレコを書いてもらって、伊藤君に。はい。そうですね。まあ、基本的には、主な内容はこんな感じです。ちょっと最初、時間あんまいらないんで、これで大丈夫です。はい。この辺で、はい、あくまで基準点としてはあるんでしょう。うん、で、ちょっと、ミッションのところ見せてもらって、ミッションのところ。あ、はい。この辺で、まあ、最終的に、基準一番近い最寄りの基準点に行く途中にあるポータルを寄って寄り道してる間にそこに行くとクイズが出てきて、そのクイズは、ね、まあ三角点に関連するクイズが出てくるというところで、1個ずつ最終クイズを正解するためにその1から6までの情報が必要になっていて、最後に学びきるって感じのストーリー付けにやってあるんですね。クリアしないと、順々にクリアしないといけないわけではない。そうですね。一応順番は順不動でも大丈夫なんですけど。順不動で大丈夫。なるほど。はい。なんですけど、あと基本、まあ、回答は全部日本語。ああ、2位は、あれ、英語版の方が良かったですかね。いや、逆に言うとね、これ、回答は日本語って書いとくといいと思うな。ああ、最低限。その、正直その1から6までの。ミッションに関しては、まあ、情報集めのため その資料となってて、最後の7個目のやつだけしっかり必要な問題になっているので、あ、そうなんだ、なるほど。なってて、なんで、この1から6までの問題は答え上に書いてあってて、もう答え三角点ですってちゃんと書いてあってて、三角点で全部答えられるようにしてあるんです。あ、なるほどね。でもう入力する言葉はもう記述してあるのか、なるほど。そう、もう上に回答は三角点ですって、うん、もう全部含んであってて、うん、で回答も三角点にしてあって、うん、でこの答え入れればいいんですけど、7個目の方だけちょっとちゃんと問題にしてあって、まあ、別にミッション難しくすることが目的ではなくて、うん、その三角点についてとその国土地理について知ってもらえれば、こっちとしての趣旨としては全く問題がないので、特に問題難しくするっていう意味でもなく、まあ、最後の1点の、まあ、ゲーム要素としてここだけ楽しんでもらえればなってことで、最終問題の最後のポータルがどこ、7番目のポータルの何ていうポータルに関してそのミッションになっているところが記載してあるので、そちらの方、まあ、プレイヤーには楽しんでいただけるかなとは思っております。なるほど、まあ、ここ そのクイズの部分がどこまでこうやってる側にストレスがないような運用になってるかどうかは結構気になったので。なるほどね。ああ、全然ストレスないです。これ一回ミッション、そう、めちゃくちゃ昔答えなく探すのとか一文字違いとかでできないのすごい悔しくて、うん、そげだなと思ってたんで、そう、なるほどね、全部答えになって、配慮がされてるって、はい、そこのゲーム性はもう、やほど体験してるんで、やってます。あとは逆に、そのイングレスのポータルの中で、三角点なり、はい、基準点のこう情報って、割と、はい、あ、ごめん、ポータルになってるのか、なっているっていう情報あったけど、今回、そうですね、忍のやつは、なってないです。なってないよね。だから一番近くまで寄って、でもそうですね、基準点そのものがポータルになってるわけじゃないっていうところで。そうですね。概要欄のところにちょっと今これ変えてあるんですけど、うん、ちょっとこれ古いやつでアップデートしたんですけど、
その概要欄のところでその三角点がマンホールになっていて、この通り道のどっかにあるので、あの近くにあるのでっていうのはあるので、そちらの方でみんなで楽しんでいただければなと思っています。なるほど。ちょっとこのブックマーク見れるの恥ずかしいな。まあいろいろです、はい、そうだな。だからまあこれはこれで面白いというか、まあちゃんと結果が残ってるっていう意味では、まあ成果物は意識しました。そう、うん、そう面白いんだけど、いやなんかあれなんだね、すごい三角点ってもともとが三角測量するためのものになってくるわけで、はい、そうです。でイングレスってやっぱりそのこうコントロールフィールドって三角形を偶然にも作っていくんだよね。でそこはイングレスがその三角点、そのトライアングレーションとしてその測量を意識しているものなのかどうかっていうのはちょっと知らないっていうか、単なる偶然なのかもしれないけども、いやそこの偶然の一致がすごい、あのちょっと横からスラック見てて、あ面白いなとか、イングレスとこう三角点もの組み合わせのこうアプローチってもうちょっとこう面白いことまだまだいっぱい出てきそうな気もしているし、でまあどういうふうにやったら面白いのかなっていうと、まあ、やっぱりポータルにそれこそ全部なってればやっぱりすごく面白いというか、はいはい、例えばあそうあ後藤さんとかね、後藤さんちなみにめっちゃ地元にいるんだけど、例えばその3、まあ、イングレスのオペレーションで、はい、今回は3、まあ、あの基準点の周辺にあるポータルを使ったミッションだけど、はい、ミッションにしないでもオペレーションとしてもう三角、まあ、基準点だけを使った、はい、そのオペレーションとしてそのコントロールフィードを作るとか、それを多重で作るとかっていう、なんかその地理院の基準点縛りイングレスオペレーションみたいなものを大規模にやっても、はいはい、それはそれでなんか盛り上がりそうというか、そのスイッチの人たちはめちゃめちゃ面白いし、それでまあ仮にできなくても結構それって結構 どでかいコントロールフィードになりそうな気がするね。いやそうですね、最低限と離れてなきゃ いや、うん、4等三角点でもないんで、そうそうそう、一番1等ですと、まあ、40キロなんで、そうそうそう、相当でかいやつ。そうそうそう、1等三角点だけ使ったコントロール、そのあフィールドというかオペレーションとかって言ったらすごいこう難易度高いけど、それはそれで燃えるというか、だ多分まだ誰もやってない気がするから、そうですね、それってなんかあの最終的には1等を目指せ、でもとりあえずは3等三角点からとか、なんかそういうこうなんかランキングじゃないけどさ、そういうのを作ってみて、ね、実際に一番ちっちゃいスケールから実際やってみるっていうのを来年とやると、それはそれで燃えるなというか、うちの研究室っぽいなと今。いやいいですね、来年のそのなんかミッション達成できなかった人の罰ゲームはそれにしてください。あとはそのためにはさ、今のコロナ禍がまだ全然収まらないとするじゃん、はいはい、で例えば5人以下のチームを研究室で全員で作って、はい、でそのそれぞれの三角点近くにその3チームなど3チーム、はい、配置して、でその間のコントロール、その邪魔なリンクも消す部隊を用意してっていうので、こう、まあ、研究室全体でやれば1個ぐらいでかい、どでかいのできそうな気もしなくもないけど、その時にはみんなレベル上げとかないと、そもそもあの、ね、作業要員として役に立たない可能性もあるっていうのも含めて、どうやったら実現できるかっていうのはちょっと考えると面白そうだなというのが、まあ、いや俺発表を見て思ったとして、みんなでやってほしいんで、ポケモン GO をやんなくていいからイングレスレベル8とか。まあちょっとそこも含めて、だから結局ね、イングレスをただやらされるだけだと面白くないっていう意味では、こういうこうオペレーションが間に入ってくることで、あのなんだやらされるイングレスから、イングレス自体がまあ面白いものであるっていうことに気づく人の数を増やしていくっていうところが、まあ、あの一つのやり方かなとも思うので、まあ、入り口としてはミッションとしてはありだし、まあ、ミッション自体も自分たちで作れるっていうこともイングレスの面白みでもあるので、そうですね、そういうところでは。まあ、うん、あと、その三角点のミッション、めちゃくちゃでかいやつ、面白そうなので、ぜひやってみてほしいです。うん、了解です。あとはあれだね、加えるならやっぱりそういう、 こう基準点を積極的にポータル申請していくっていうとこも含めてこう研究室でやると、まあ、そういうネタが、ね、実際やりやすいよね。そうですね、まあ実際ここも近くなんで、その屋上基準点できたら面白いですけど、まあ基本的にその公園とか神社内にあるんで、例
ったらかぶっちゃうこととかも多いっていうのが、まあちょっと期待にあったので、まあ、距離的にもね、まあそうですね、まあだからそこのモニュメントを例えば公園の中のなんかそういうようにするんじゃなくて基準点で申請しちゃうとかそっちの方がいいかもしれないので、なるほどね、うん、まあ、ちょっと今逆にポータル申請されてるところのやつを変える方が難しいかなって感じですか、イメージ的には。なので OK です、了解です。まあなんとなくこう状況と含めて、まあ割と全般的にこう課題がいっぱいありつつもちょっと来年度のハッカソンに使えそうなネタがいっぱい出てきたって感じかな。そうですね、ちょっと、うん、ぜひ、はい、なんか新しい後輩ちゃんも入ってきそうなので楽しみです、うん、そうそう、はい、はい、じゃあ共有と思います。はい、はい、ということで、今お5時ですね、はい、2時間ざっとちょっとまあ、発表数も少なかったから割とコメント長めにしましたけど、これで一応全部終わったよね、終わったはず、よし、はい、お疲れ様でした。ということで、オンラインハッカソンは月1回の、パターンは今回で、今年度は最後ということで、残るは、3年生はゼミ論、あと4年生は、まあ、結局、あれだね、卒論ゼミ論としてはゼミ論の方が多いけど、いずれにしても、この1年取り組んできたことの今度、個人発表が、早く終わる人は来週発表。で、来週、発表したけど OK もらえなかった人と、来週間に合わなかった人に関しては、2月の第1の土曜日だから、ちょっとね、これはもう授業外になりますけど、今年は2月の6日土曜日ですね、2月の6日土曜日が最終発表の時間です、オンラインで、時間、2月の6日の時間って特にまだ決めてなかったから、それは来週の、あのゼミで決めましょうというところです。で、来週も、発表できる人は、めっちゃ褒められちゃうのよくないと思うなんか聞こえてるぞ、はい、来週、の発表に関しては割と厳しめに、なんで許されてるかって、今まで俺が積み上げてきた信頼がありすぎて、なんか全て聞こえてるぞ、ヨダのやばいやばい、それはミュートできてないな、ミュートできてない、なんあれなんと俺もできないぞミュート、あ、解除を求める、はい、はい、OK、はい、はい、話を戻すと、来週はちょい厳しめに、発表聞くので、まあ、去年、ね、4年生は去年も、体験してるから分かるけど、やり直しを食らう人も例年出てます。はい、でいずれにしても、最終発表、のチャンスは2回、来週と、あとは2月の第1週の土曜日が最終回になって、その発表を逃げた人は単位出ません、過去にそういう事例もありましたが、で、来たら、まあ、本当にちゃんと、発表してそれなりにちゃんと成果物があれば、ひどい悪いようにはしないというところで、ね、とにかく頑張ったところをちゃんと全部出し切ってくれれば、あとはその後のフォローアップはちゃんとするので、くれぐれも発表を逃げないようにというところだけですね。